はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの Z クラストのデモ版をプレイしていきたいと思います。こちらは2023年リリース予定の日本語対応のゲームとなっています。しかしですね、デモ版の方は日本語は使えないみたいですので、いつも通り Google レンズを使用してプレイしていきます。ゲームの内容は月面に植民地を確立し、宇宙探検隊の基礎を築く必要がありますと。貴重な資源を採掘し、生産を自動化し、科学探検隊を率いて月面を探索してください。地球から40万キロメートル離れたところに到達すると、宇宙がどれほど広大であり、人類にはまだ明らかにされてない秘密がどれだけあるかがわかります。あなたは難しい決断を下さなければなりません。結局すべての人類の未来はそれらに依存する可能性がありますということで、ただの自動化、資源を自動化するだけではなくて、その資源をもとにまた探検隊を率いて、月を探索するというゲームになってるみたいです。ではですね、早速始めていきましょう。さあ、始まりましたね。まずはチュートリアルをしますかということなので、チュートリアルしていきましょう。何か出てきましたね。クラストへようこそと、ゲームの舞台は21世紀末、差し迫った環境の大惨事を回避するために、人類は月に植民地化することを余儀なくされました。それは重要な資源源であり、地球から離れた有害な産業を収容するための場所でもありますと。月の裏側で巨大な力の不思議な爆発が起こった直後に、あなたは月探査のディレクターの役割を引き受けます。あなたは複数の主要な宇宙局の協会であるクラストに雇われました。月の征服を首謀したのは彼らでした。あなたの仕事は月に前哨基地を確立し、爆心地に到達し、爆発の原因を調査することですと。コーンをということで、もう一個なんか左側におじさんが出てきましたね。月へようこそディレクターと、私の名前はレイモンド・ウォードです。クラストはあなたの遠征を監督するために私を任命しましたと。私の指示に従ってくださいと。ああ、次勝手に進んだ。さあ、私たちはすでにあなたの、バーを構築するのに役立つ地下リフトを用意していますと。リソースとロボットドローンが起動を待っているので2つのカプセルもあります。カプセルを着陸させる場所を選択してください。リフトに近い場所が望ましいですということで、ここですね、これをここに落とせということなのかな。もう一個もここに落とせということなんでしょう。さあ、これで来た来た来た、カーゴが来ましたね。これにドローンと資源が乗ってるって言ってますね。さあ、これで、ドローン出てきた。ってことは、これが資源なんですかな。資源入ってますね。で、次に、なんだ、電力を作らないといけないよということなので、ソーラーパネルを4つ、バッテリーを4つ、チャージステーションを作ってくださいということですね。ソーラーパネル。これか。ちょっと寄りましょうかね。どう作ればいいんだ?ここにあるので、ここに4つ並べて作っておきましょうか。こんなんでいいのかな?バッテリーも、4つ作っておきましょう。ちょっと通り道みたいなのちょっと作っておきましょうかね。さあ、これで、あとチャージステーションが1つ。お、なんか、形がちょっと違うやつが一つありますが、これを作っておくと。さあ、これで一応最初の建設物は大丈夫かな?見ていきましょう。おお、出てきた。出てきたぞ。そしてソーラーパネルなのかな?これ。開きましたね。そしてぐるーっと回って、太陽の方を向くという形なのか。地下の方までなんか埋まってる感じがしますね。さあ、こちらも同じですね。画面、勝手に WASD で動いてましたが、カメラは WASD で、そうか、R、Q と E で、ね、角度をつけて45度ずつかな、回転するみたいですね。マウスは、右クリックは違うんだ。右でなんかメニューが出ました。マウスのホイールでも画面の回転はできると。ただし、カメラの角度は変えられないのかな?ちょっと角度は変えられないみたいですね。一番寄ると若干ちょっとカメラが寝るかなという感じです。
さあこれがバッテリーですね。電源がないよ、マークがついて、あ、もうちゃんと入ってるのか。さあこれで電源があと1個ですね、くれば大丈夫でしょう。あとチャージセンターも今作ってますね。ドローンが8機ですね、あるみたいです。さあこれで、バッテリーの方できましたね。あとはチャージセンターか、これができれば大丈夫ですね。はい、できました。次にですね、電力を相互に接続してリフトの電源を入れる必要があります。通信パネルに移動しワイヤーツールを選択してくださいと。ツールにアクセス、素早くアクセスするには右をクリックしますと。でこれで、この図を見ていくと、ああそういうことね。電柱を作って、でこれをつなげていかないといけないのか。うん、なるほど。とりあえずこれをつなげて、あと線ですね。電柱の方に、番号が書いてありますね。とりあえずここにまずつなげないといけない。ああそういうことか。こちらの方は、なんだ、電線がつなげれる本数が書いてあるんですね。あ、そういうこと。あ、ここはもうつなげられないから、ここからか。そうすると、ここから太陽パネルは、あ、太陽パネルもありますね。つなげる場所があるので、1本に対して1本っていう形かな。で、これをつないでいけばいいんですね。よし、危なかった。よかった。電柱立てといてよかったですね。よし、これで OK。全部つながりましたかね。どうだろう。あ、それでタスクが変わりましたので見ていきましょう。アンダーグラウンドに行くので、プレスタブキーを押してくださいと。それから右のこれでもいいのかな？これで、ああ、地下行った。さあ、地下行きましたね。さあ、それではこちらの方も見ていきましょう。これは主要な生産及び居住区が設置される地下レベルですと。ここで生産を開始するには電源をリフトに接続する必要がありますと。続けて、地下レベルに接続する必要がありますよという、あ、もう一個マウスを押すのか。あ、消えた。そしたらここにドローン、のなんかモデュームを、作れと。これか。これを作ればいいんですね。どこに作っとけばいいんだ？適当に作っとけば良いのかな。さあ、とりあえず、正面に作るか。ここに作っておきましょうか。もし何かあったら立て替える感じでいいですかね。時間がゆっくりですので、ここ勝手にちょっと速度上げてみましょうかね。えい。さあ、これで完成。あ、そして電気がないので、電気をつなげると。ここの種の方は何個でもつなげられるのかな？これで電気が来ましたよと。で、アサイン4ドローンマイナーズっていうことで、これかな、勝手に4つとりあえずサインして、これで次は、なんだろう、マイニングドローンズということで、30セル、30マス砕けばいいのかな、これで。適当にちょっとこの周りから砕いていきましょうか。あ、結構範囲が、ペイントのブラシみたいな感じなんですね。よいしょ。とりあえずこんだけ広くして部屋を作っていきましょうかね。さあ、ドリルでガリガリやってますね。次々。あ、なんか変なの見つかった。関係ないのかな。さあ、ちょっと色が違う地面出てきましたね。さあ、とりあえず、マイニングしてますが、こっちの方はどうかな。30マスだからどれぐらいなんだろう。全然数えていませんでしたが、さあ、なんかこれ掘った後のやつもなんか鉱石みたいな感じですね。ああ、なるほど。この鉱石を集めていくのかな。さあ、これでなんか次のタスク来ましたね。画面の右上隅に時間コントロールがありますよと。終わるまでちょっと早く送りなさいってことかな。これでまあ早送りできますよと。で、次にタスクの方がまた変わりました。最初に生産するリソースにはそれらを保管する場所が必要ですと。採掘されたレゴリスからコンクリートを生産するプレスモジュールを構築し、一般的なストレージを構築しますと。
ということで、ここから、プレッシングモジュールを作りなさい。どこだ？プレッシング、あ、これか。プレッシングモジュールで、鉄かな？これなんか、鉄なのかわかりませんが、鉱石からコンクリートだから石かな？石かなんかから作りなさいよということで、なんかテトリスのブロックみたいなやつができたな。で、なんか茶色の丸と、緑の丸がありますね。これなんだろう。とりあえず回転。回転、ちょっと隙間開けて立ってみましょうかね。なんかよくわかりませんが、あ、どうしよう。一個しか開けれないな。まあ、いや、一個開けて立てておきましょうか。あ、なんかそしてここ掘れないのかな？掘れないのかわかりませんが、赤くなってる場所がありますね。ここらはもうちょっとでっかく掘っておくように命令しとこう。狭いな、部屋が。ここが少し茶色くなってるけど、これはなんだ？さあ、ちょっとわかりませんが、でっかくちょっと掘るように命令を勝手に与えておきましょう。こんだけ広くやっとけば、思うように作れるかな。で、次は何だっけ？モジュールを作らないといけない。あと、ジェネラルストレージ。ストレージはストレージあった。これのジェネラルストレージ。これを作れと。これはどこ置いとけばいいんだ？とりあえず、どこに置いておけばいいのかがわかりませんが、ドローンの隣がいいのかな？ここに置いておきましょうか。で、電気が必要と。これは電柱立てないといけないのかな？電柱を立てると、ここまだ通れる場所があるから、ここでいいのかな？電柱を立てて、こっから届く。よし、線引いておきましょう。これで電源が確保される。あ、なんかここの鉱石緑色ですね。これなんだろう？あ、とりあえずなんかミッションはコンプリートしましたが、緑のなんかはまだ掘れないみたいですね。そしてこの掘った後のやつは、鉱石かなんかなのかな？石か鉱石扱いみたいですね。これきっと、あ、なんか入れてるな。あ、そして、この中に入れてますけど、あ、これだ。これが15個集まるとブロックが3つできますよということですね。そしてなんか、電気が足りないのかな？電気が足りない？電気が現在足りてませんよということですね。あ、でもなんか入ってはいるんだけどな。なんでだろう。さあ、なぜかわかりませんが、電気が足りないと言われています。なんか線が、あ、間違えてるな。線が間違えてますね。この根元から立てたのかと思ったら、なぜか知らないけど、こんなところに電柱立ててた。一旦これ消したいんですけど、これ消せないのかな？これで消える？消えますね。ああ、そうか、そうか。電気の線を間違えてました。ここにつなげたつもりが、何か新しい電線を作ってたんですね。はい、ということで、これで大丈夫。で、次、カーゴポットがランディングできますよと言ってるな。さあ、次はなんだ？そうするだろう。ドローンが忙しい間は基地周辺を調査する必要がありますと。ローバースカウターを発見しました。リフトの横に、リフトのように到着と。上に行くのかな？で、カーゴポットをここの近くに置いとけばいいんでしょうかね。あ、なんか来る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 。ああ、でっかい車来た。でっかい車が来た。これがなんだ？ローバーか。さあ、これでなんだ？クリック、ローバースカウトをクリックして、ローバーのインターフェースボタンを使用して、ベースの外に送信させます。これですかね。ボタンこれしかありませんもんね。あ、動いた。さあ、これでいいのかな？ローバーをベースの外に出すということ。ちょっと早送りしていきましょうか。で、これでいいのか？さあ、どこに向かってるのかわかりませんが、どこにあるんだろう。あ、壁だな。壁の方にどんどん向かっていってる。さあ、これを、この、なんだろう、この壁面の外まで登らせればいいのかな？
さあどうでしょうか。あ、消えた。さあ消えたぞ。そしたらなんだ、起動レベルに切り替えて月を探索するためにローバーを送り出しますと。でこちらです。あー、外出た、外出ましたね。そしてローバーを選択して基地に近いエリアに送信します。これを行うには月面で右クリックを押してコンテキストメニューから、ジオロジカルスキャンを選択しますとありますね。これを右クリックしてエンターしかないけどな。あ、これか。なるほど。ローバーをクリックしてジオロジカルスキャン。で、どこにすればいいの？で、右クリックを押せばいいんですかね。どっかできません。あ、一旦停止になってるでかな。あ、進みましたね。進み始めました。さあ、これでローバーが進み始めてるけど、大丈夫？止まっちゃったけどな。さあ、どこにこれをやればいいのか。勝手にこれスキャンエリアとかすればいいのか。さあ、ここはちょっとわかりませんね。センドローバージオロジカルスキャン。スキャン。違う。これじゃない。こちらに、ああ、勝手に行きましたね。ジオロジカルスキャン行きました。そしたら、このマークを押すのか。はい、そうすると、こちらの方に、レーダーの広い円は関心のあるポイント、おおよその位置を示しますと、半径が小さいポイントはすぐ表示されます。あなたの基地の近くにトレーニングビーコンを設置しましたと、正確な位置を特定してください。次に表示されたポイントで、右クリックをして調査を選択すると、勝手に行きますよと。これで、インベストゲート、これで調べに行くのかな？さあ、これでローバーが動いて、トレーニングビーコンの方に動いていますね。で、こちらが到着するのを待つ。電池のバッテリーみたいなのが若干減ってるのかな。少し心配ですが、まあ大丈夫。さあ、たどり着きました。あ、なんか緑色がついたぞ。これは何？調べてるのかな？何かを調べてるのかもしれません。まあ、とりあえず待ちます。あ、これで OK、OK。さあ、そしてなんか、トレーニングビーコンで3色のなんかもらえてましたね。これで関心のあるポイントと対話する基本のための理解をしましたと。それを始めるのに良い場所です。ただし将来的にはより複雑な調査を実施するために期待していますと。入植者、ロボット、および様々な種類のリソースが必要になります。あなたの選択はチーム全体の運命を決定し、結果としてあなたが報われるかどうかが決まりますよというのがあります。さあ、これで研究かな。次に、月の各スカウトローバーは少量の科学ポイントを生成しますと。これは研究や新しい建物の設計図を6解除に役立ちます。研究パネルを開き開始するために必要な技術リストは次のようですと。で、これが今出てますね。まだできない。これ一番最初を研究しないといけないのかな。こっちにもありますね。おお、3500とか。今、3色が2000しかないですね。お、ここは無理だな。ソーシャルは何もない。まあ、これをとりあえず研究しなさいということだろうと思うんですけど、青色も足りませんね。で、これ研究が始まってるのかな？で、次、あ、出た出た。コンプリートリサーチということで、これを待って、オレスキャナーを立てましょうと言っています。これはどう？地球マークを押せば、あ、地球マークを押せば戻ると。で、ベースに行きたいんだよね、まずは。これがベースですよね。で、時間も早めていきましょうかね。バッテリーとかはマイナス13になってるけど、ストワードが42万3000かな？電力溜まってるので問題はなさそうですね。あ、リサーチコンプリートって なりましたので、これで OK なのか。そうすると次のやつが出てきますが、ポイントが全然足りません。で、あ、そうだ、ビルドオレスキャンはどれだ？あ、ここにあるな。アンダーグラウンドオンリーってなってますね。地下か。地下に、どこだ？あ、これか。オレスキャナーを立てると言っています。あ、なんかこれ削れないやつなのかな？
さあ、それか向きがおかしい？大丈夫？スキャナーの方を立てない。これにあ、このなんか掘れないやつに当てる感じなのかな？ちょっとわかりませんね。では、ここに立てておこうかな。さあ、ここにちょっと立てておきましょう。で、ちょっと早く送る。今、現在立ててる最中ですので、こちら回っていきましょうか。さあ、材料がここからではないのか。上から取ってきてますね。あ、ここからも取るの？取らない。さあ、立ち始めましたね。あ、電気が必要なのか。電気も入れていかないといけないということで、この元栓から引っ張っていきましょうか。で、次はなんだ？スキャナーを起動させないといけないんですね。鉱石スキャナーが構築されたバッテリーがいっぱいになるのを待ってエリアをスキャンしますと。次に最も近い、鉄鉱脈を見つけますと言ってますね。これで、ああ、これがスキャナーなのね。メーター溜まってるので、これが満タン。バッテリーはこれじゃないんだ。バッテリーがこれみたいですので、これを溜めて、ちょっと一番早くして溜めていきましょうか。さあ、これでメーター溜まったら、いける。ああ、なるほど。ああ、そして、あれなんですね。近くだと幅広いけど、遠くだと細長くなるという感じなんですね。まず手前、どうしよう。ここから行くか。手前の右。これ4分割でいけるのかな？ここ発射してみよう。まあ、これ、そしてこの赤いのは掘れないやつということですね。で、ここにありますよって。なんか削れてた、これが鉄なのか。そういうことですね。で、まだ削ってる最中ですので、これは削れなかったのかな？一応削るマーク与えといて、赤いのは削れないと。で、次に、エクストラクターを建設すると。エクストラクター、これか。これは何？鉄とかを出すやつなのかな？ 9 分の9。で、これは何かを、なるほど、なるほど。これで掘り出すんですね。ただ、立てれないけど、どうしたらいいんだろう。なんか材料が足りないとかそういうことですかね。そんなことはなさそうだけど、建てれない。さ、なんで建てれないんだろう。青色になります。これがもうちょっと掘らないと、あれなのか。場所がないぞ的な感じなんですかね。今ちょっと掘ってるので、少し待ちましょうか。さあ、一応掘れるよう、周り掘ったら建てれるようにはなりましたね。ということで、これを立てていけばいいんでしょう。そしては、こちらに立てるか。で、電線がどうせまた必要なんでしょうね。後ろに1本立てておくか。立てれない。よし、ここですね。で、線を主電源から取っていけば問題ないはずですね。ここからここにつなげる。よし、こんな感じですね。で、この電線を返して、ここに電源を入れて、動いた、動いた。動きましたね。これで、鉄の鉱石かなんかが取れると。レゴリスを加工して、建材を生産するには、単純なレゴリス精錬所、およびプレモジュールを構築する必要がありますと。プレッシングモジュールを使用すると、コロニーの開発に非常に早い段階で国立、コンクリートにアクセスできますが、代わりに多くの貴重なレゴリスを消費しますと。ということで、次、なんかドローンが運んでるのかな。ここにありますけど、なんか出し入れしてますよね。なんか取っていってる感じで、ここに持っていってるから、なるほど、なるほど。ドローンが全部運んでくれるのか。てっきりなんか、ラインでつなげるのかと思ったらつなげなくていいんですね。ということでタスクの方をやっていきましょう。シンプル、なんだろう、これ、レゴリスのやつですかね。これを探して、作る。これかな？これですね。なんかプロデュースの、粉ができるのかな？
ならドローンの移動も近い方がいいですよね。なんか丸と2個丸が出てるんだけど、これは何だろう。まあいっか、とりあえずここに作ってみるか。あ、で、これもきっと電線必要なんでしょうね。あ、やっぱ必要ですね。つなげておこう。もう一本はこっからどっかこっち側に伸ばすときに使いましょうか。なんかこれ、いっぱい落ちてるやつもあるんだけどな。さあ、とりあえずこちらの方が、これがすげえ邪魔になりましたね。やばいぞ、これ。なんとかスキャナー邪魔になってきた。スキャナー壊すかな。まあいいか。で、これでできた。次に、スメルティング。あ、なるほど。溶かすやつか。溶かすやつはどれだ？これですね。なんかいろいろなものからできると。あー、邪魔だな、やっぱり。多分ここからドローンが出してくる感じですよね。こいつ邪魔だから、ちょっと一旦違う場所にしよう。こいつは違うやつがいい。で、スキャナーはこっち側に置いときましょうか。まあいいや、ちょっと空いてるんでこっち側にしときましょう。何かひょっとしたら必要になるかもしれませんからね。で、なんだっけ。これか。こちらのやつを作っていかないといけない。ここに掘れないやつがあるので、まあ、ここら辺でいいですかね。で、ここからドローンビューンって運んで、なんかここ運ばないけど、チューズプロデュースモデル。これか。これで何を作りますかと言っていますね。なんだろうな。なんかよくわかりませんが、とりあえず1個作っとくか。で、こちらの方にも電源が必要と。電線、どうしよう、電線直でいいかな。直で本体から、あ、もう無理かな。いけますかね。うん、これで OK。で、次は何だろう。バルクリソースストレージ。ストレージの中にあるのかな？これ、あった、これか。これは何？ああ、この中に入れたり出したりできるのか。そういうことですね。で、これどこに置いとけばいいんだ？とりあえず分かりませんので、ここに置いときましょうか。これはさすがにストレージだから電気はいらないですね。よし、大丈夫。で、これで3つ作りました。さあ。ベルトコンベヤーあるのか。ベルトコンベヤーあるんですね。敵にないのかと思ったベルトコンベヤーありました。新人にしては悪くない。ただし、どの生産ラインも最適化及び改善できますと。そのためにベルトコンベヤーといくつかのツールを自由に使用できます。コンベヤーを使用するとドローンを使用せずに倉庫と生産モジュールの間でリソースを移動できますと。また、いくつかのタイプのリソースを接続したいフローを分岐したりすることもできますよと。言ってますね。で、OK。で、何するの？次は。あ、セレクトリサーチってあるけど、まあ、これよくわかりませんので、適当になんか押しときましょうか。で、not enough、パワーがないよと。で、choose production model。これさっきのように何か作るやつを選ばないといけないのか。何が必要なんでしょうね。ね、こちら、チタン。スチール。チタン。これが、スチールですね。これがチタン。水色の粉だとチタンが。ああ、なるほど。そういうことか。この紫色はシリコンか。で、これがアルミニウムということですね。こっちで確か赤い粉作ってしまったので、はスチールにしよう。で、これは何？これは、ああ、何を選ぶかということですね。なんかこれもう一個、もう一個出るんですよね。スラック。ゴミか。ゴミが出てるので、これゴミを集める感じにすると。一旦進めながら行きましょうか。で、これをコンベヤーでつなげないといけないのかな。コネクトオレエクストトゥーリー、リゴリスウィズコンバーター。コンバーターはどれ？これじゃない。コンバーターこれ？どれだ？コンバーターがどれか忘れましたね。そして、スキャナーの方に電力がないよと言ってますので、ちょっと、あ、つながらないんだ。距離的につながらないんですね。これ失敗した。さあ、ちょっと柱を立てといて、こっからつなげておきましょう。で、コンバーター、作られてないのかな、コンバーターは。
ちょっと見ていきますが、そんなこともないよね。作ってはあるのかな、作ってはありそうですけど、これは何なんだろう。本場、どれに何かをとりあえず移動していけばいいのかな。コンベヤーにするにはどうするんだ。コンベヤーにするには、これか、コンベヤーモード。で、コンベヤーが1、2、3、4ありますが、まあいいか。ここから、ここ、あ、ちょうどいいね。ここから、ここと。いうふうにつなげていけばいいのかな？さあ、つなげていくと。やばい、入らない。入る？入る？入らない。ちょっと近すぎたのかもしれないな。ちょっと難しいですね。ここからここ入れて曲がって、曲げれない。曲がっての接続。これで OK ですね。で、ビルトオールということで、これでいいのかな？そうすると、ちょっと見ていきましょう。あ、出てきた、出てきた、出てきた。なんか出てきて、あ、ね、スラックも出てくるので、これもコンベヤーで繋いどかないとダメなのか。コンベヤーで繋いどくと。で、これでなんかが出てくるんですよね。これがスラックかなんかかな。あ、なんか赤い粉出てきた。で、ここで作られるようになりましたね。これでスチールが作られるようになりました。ということか。ということですね。で、次の、タスク行きましょうか。さあ、デフォルトではベルトコンベヤーに接続されたモジュールはロボットによってサービスされなくなりました。ただし、ロボットが特定の生産モジュールまたはストレージモジュールと対話する方法を手動で制御できますと。モジュールごとにリソース待ち、持ち込みと持ち出しの禁止を許可できますということですね。ああ、まあいいか。これは OK でいいでしょう。で、次は何をするんだ？あともう一個ベルトコンベヤーのラインで何をどこに送るかとか、分岐した時に選べますよということですよね。で、次は、初期生産が確立されます。契約を1つまたは2つ完了して見る時間です。着陸プラットフォームを構築することから始めましょうということで、着陸プラットフォームを構築してくださいよと言っていますね。これは何？これは、あ、これはコンクリートブロックを作るのか。あ、めちゃくちゃ石入ってますが、あ、これがレゴリスってやつなのか。え、これは鉄なんですね、きっと。でもこれもレゴリスだよね。レゴリスだな。あー、なるほど。これ削った壁なんだ。削った壁をこの中に入れてブロックを作ってるということですね。これはドローンか。そういうことか。で、これの、生産してるのがスチールか。で、スチールが今こんだけですよと。あ、コンクリートブロックもいっぱいになりそうですね。シリコンがちょっと足りなくなってきた感じがするけど、まあいいか。とりあえず上に行って、あ、ランディングプラットフォームを作る。発着場とか、そんな感じですよね。あるかな？どこなんだ？さあ、どれ、あ、これか。ランディングプラットフォーム。これを作りなさいと。言ってますが、まあ、基地の近くでいいのかな。よし、ここに作ってみましょう。これもちょっと時間を早めて見ていきますが、これで、今、物資を持ってくる。あ、中から持ってきてますね。コンクリートブロックかなんかがあったので、それでしょうか。こっちにも一応あるんだけどな。さあ、これでランディングポイントを作って、なんだろう。人を呼び込む感じまで来ましたかね。さあ、ランディングポイントができ始めましたね。で、ニューコントラクトアベイラブルって出てるけど、なんだ、あ、これなんだろう。勝手に押しちゃったんですが、さあ、ちょっと見ていきましょうか。最初の契約を発行しました。契約インターフェースに移動して自分の目で確かめてくださいということで、このなんかグラフ的なものですね。押す、そしてコントラクツ、で、アクティブ。で、これか。トレーニングコントラクト。で、これは何？センドリソース。
というのを押していました。あ、ね、とセレクトランディングモジュールを押してこれかで、どうするのかな、このままでいいんですかね。ちょっと、文章を読んでいかないとわからないな。さあ、ということで、ここであるのが、左の列には基地で利用、現在利用できるリソースが表示されますと、中央の列には送信するリソースが表示されます。右側には計画されたフライトと、派遣に必要なリソースに関する情報がありますと。着陸場所を選択して、利用可能なリソースを読み込みます。このステップでトレーニングは終了です。契約を完了するために残っているすべて、ということで、これでいいのかな？とりあえずこれでよくて、ランディング場を見てくると何も来てないよと。なんか時間止まってるのかな？止まってはいない。何も動いてますね。で、これが何だろう。ここに何かが来ればいいんですけど、来ない。さあ、こちら、コンプリートザトレーニングコントラクトというのがありますので、しばらく待ってみましょうか。その間に何か研究終わってましたね。わかりませんが、とりあえずここ適当に選んでおきましょう。さあ、なんとなくやってたらようやくできましたね。今、荷物の方を送っています。コンクリートブロックとスチールの方を50個ずつですね。こちらのポットに入れて送ると、とりあえずこのコンプリートになるんだと思います。これがトレーニングコントラクトだと思うんですけど、現在、11個、スチールが11個、コンクリートが23個入ってますので、これ両方50個ずつまで入れていきます。はい、もう入りますね。あ、入りましたね。さあ、これで、ああ、飛び立った。さあ、これで OK ですね。これでチュートリアルの方は全部終わったということでナイスと言っています。さあ、こちらの方は次は何だろう、こちらの方は理性を求めて素晴らしい。ただし私たちの主な目的は爆発現場に到着して調査することですと。大惨事の前に送信機システムが衛星信号を強化し、月全体で自動運転を制御できるようにしました。爆風でローバーが損傷しました。現在ローバーは基地の近くにある場合にのみ制御でき、月にあるほとんどの施設との通信が失われていますと。アクセシブなエリアを拡大するために遠征センターを建設する必要があります。早急に探索を開始する必要がありますということで、リソースが必要ですよということが書いてあります。そしてですね、理由を求めてと。そうです。それはいくつかのリソースが必要です。私たちはあなたにハイテクなものを提供しましたが、建築材料を製造するのはあなた次第です。100単位の鋼鉄と100単位のシリコンを生産して建設用に備蓄する。生産スピードをアップするために、さらに4つのドローンを提供します。終わったらまた報告してくださいね。ということで、次の、なんだろう、ミッション的なものが始まりましたね。はい、このように、地上でいろいろな、なんだろう、エネルギーを作って、地下で基本はマイニングとか、資材を作っていくみたいですね。ただし、最初の説明で、ここの地下は人が住むような場所でもあると言っていましたので、おそらくそのうちですね、人を住ませないといけないのかもしれません。ここになんかちょっとね、人口みたいなマークもありますので、こちらの方きっと人を入れないといけないんだろうなという気はします。はい、ということで、まだちょっとこの後続きそうですが、今回はここで終わりたいと思います。興味がある方は動画の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。